こんにちは、こんばんは、ちまです。セミが鳴き出す季節ですね。普段は夏の終わり頃にならないとあまり姿を見かけないセミですが、今年は初ゼミを早々に発見することができました。小雨の降る日に屋上駐車場の地面にいました。いる場所が珍しく、もうセミファイナルしてしまったのかと心配しましたが、少しすると元気に飛んでいきました。今日話するのは宮本照さんの良き時を思うです。29歳の金井綾乃は海運会社で経理の仕事をしています。今は海外赴任中のおじ夫婦が借りている東小金井の四合院作りの一棟に頼まれて住んでいます。彼女には滋賀県の近江八幡市の実家で両親と暮らす90歳になる祖母の徳子がいます。徳子が自ら90歳を祝う絢爛豪華な晩餐会を京都で開くという知らせに始まり、そのことをきっかけに綾乃を中心に徳子の人生に綾乃の両親をはじめ兄弟姉妹親戚徳子の教え子などの話が差し込まれ、物語は進んでいきます。徳子をはじめ子供や孫たち、そして徳子の教え子で晩餐会のシェフを務める玉木は、それぞれの思いを胸に抱いて晩餐会に臨みます。良き日を迎えるための生き方を問う胸に響く物語です。宮本照さんの良き時を思うを読みました。東小金井に中国の伝統的な様式の四合院造りの家屋があります。中庭を囲んで東西南北に4棟が建てられ、全体は塀に囲まれています。家主は73歳の三沢平馬で、聖望に平馬夫婦が住み、残り3棟は貸しています。海運会社の経理部に勤める29歳の金井綾乃は、海外赴任のおじ夫婦に頼まれ、そのうちの1棟で暮らしています。綾乃には滋賀県近江八幡市の実家で綾乃の両親と暮らす90歳になる父方の祖母の徳子がいます。90歳の記念に自ら子供や孫たちを招待して京都で絢爛豪華な晩餐会を開くという徳子の知らせをきっかけに、徳子のこれまでの人生が様々なエピソードを挟みながら語られます。徳子は16歳の時、出生が決まった兄弟生の朝倉清彦と結婚しました。出生までわずか2週間の結婚生活でした。清彦の戦死の知らせを受けた徳子は担当で死のうとしますが、未遂に終わります。その後数年間婚家にとどまり、教師の資格を得た後大津の実家に戻り、25歳の時兄弟で清彦の親友だった金子健次郎と再婚します。健次郎はその大きな体で徳子の自死を思いとどまらせるきっかけになった人でした。文中の健次郎は清彦と徳子の祝言の日に初めて見た徳子の姿に、全身から放たれる凛然とした輝きを感じたという描写は、徳子を一言で表現した心に響く文章でした。徳子は長男を癌のため7歳で亡くしますが、小学校の教師を定年まで務め、今は3人の子供や孫たちに恵まれ穏やかに暮らしています。戦後から定年まで教職に携わってきた徳子は、教え子や周囲の人たちの人生に大きな影響を与えました。物語には四合院造りの建物のほか、徳子が大切にしてきた硯や銀のスプーン、竹細工の花器などが登場します。その価値や素晴らしさが伝わる描写で、大切なものが受け継がれていくことの大切さを感じました。そして徳子の法華経の妙音菩薩品第24に対する読み方も、
徳子の生き方を表しているように感じました。選び抜かれた料理やワインなどの描写も別世界のことながら、味や香りまでも想像することができ、楽しむことができました。徳子が90歳で自ら豪華な晩餐会を開くことにしたのは、自分の長寿を祝い、家族や友人、深く関わった人たちに敬意を表すためのものなのはもちろんのこと、晩餐会のシェフを務める玉木信夫との50年前の約束を実行するという大きな目的がありました。そして正体は叶わなかったけれども、大きな箱のような体で自分を受け入れ守り、今の幸せを導いてくれた亡き夫の健次郎に対する感謝の念があったのだと思いました。晩餐会には出席できない家族もいましたが、思いのこもったプレゼントを届けたり、出席した家族の楽しい会話のやりとりに幸せな家族像を感じ、温かな気持ちになりました。家族が徳子の晩餐会を成功させるべく、いろいろ手助けする場面も心に残りました。楽しい晩餐会が終わった後、突然家主の平馬の家族の話に移ります。平馬は当時10歳だった息子勝也とのいさかいが尾を引いて、成人した勝也が家を離れてから26年間音信不通の状態でした。けれども勝也の結婚の報告をきっかけに、お互いの心に通じ合うものが生まれます。二家族を通しての親と子、祖父母と孫、教師と生徒、夫と妻などの人間関係においての向き合い方や生き方を問う物語だと思いました。生きていれば幸せな時ばかりではなく、苦しい時も辛い時もあります。それを乗り越えた先には良き時があると信じて生きていきたいと思った味わいのある物語でした。今日が幸せな一日でありますように。